皆さんおはようございます。令和新選組共同代表串渕真理でございます。急遽皆様には錦糸町北口へお集まりいただきましてありがとうございます。昨日深夜に山本太郎代表が緊急入院ということで、皆様に大変ご心配をおかけしておりますけれども、令和新選組は変わらず一丸となって今日からスタートいたします衆議院選挙、全国の仲間と戦ってまいりますので、ぜひご注目のほどよろしくお願いを申し上げます。さて、今回の衆議院選挙は経済音痴から日本を取り戻す、その戦いです。失われた30年を取り戻す徹底的な経済政策が必要だからです。先進国で30年も不況が続いているのは日本だけです。先進国で実質賃金がずっと下がりっぱなしなのも日本だけ。先進国でこの30年所得の中央値が131万円も下がっているのも日本だけなんですね。これいかに異様か、そのことです。経済音痴、その原因を作ってきたのは自民党、公明党、そして民主党。間違った経済政策をこの30年に実行してきたからであります。景気が悪い時に増税をしてはいけない、これは世界の経済政策の基本の基です。そんなことやってる国は一つもありませんよ。国民に税金をお願いするときは景気がいいとき、これ当然じゃありませんか。なぜなら国民は不況のときに税金取られたら首が絞まってしまうからですよ。けれどもそんな間違いにも気づかず、この30年経済音痴の自民党、公明党、そして民主党は不況なのに増税増税を繰り返してきました。これ徹底的に間違っています。大企業はこの間13年も過去連続で139兆円ものキャッシュを貯め込んでいるんです。日本はこれだけの不況だけど、大企業だけが世界で第2位、富裕層が多い、大金持ちが多い国です。一方中小企業の倒産はどうなっていますか。ここ墨田区も中小企業、零細企業が多い地域ですけれども、過去30年で最も倒産件数が多い、そうした現状を直視しなければいけないんじゃありませんか。インボイス、昨年の10月に始まりました。実質消費税の増税とおびただしい事務負担で、どれほど今中小企業、零細企業、個人事業主が苦しんでいるか。その方々の9割以上がインボイス中止を訴えているじゃありませんか。そして国民もですね、生活が苦しい、こう答える人が国のアンケートによれば6割を占める。これも過去最高の割合なんです。6人に1人の国民が貧困、むちゃくちゃじゃありませんか。一人暮らしの女性の4人に1人が貧困、一人親世帯の2つに1つが貧困。一体こんな国が先進国であるでしょうか。私は聞いたことがありません。令和新選組は今こそこの物価高に加えてコロナの3年間、そしてそもそもこの30年の経済不況で増税増税を繰り返してきた、そして使えるお金が今本当に減っている、その国民に対して今すぐに国民を救え。令和新選組は国民を救う国民を救う令和新選組は国民を救う政治に大転換していく、そのための経済政策を第一に掲げてこの選挙戦戦ってまいります。まず一つ目は消費税、インボイスの廃止、少なくとも消費税減税です。皆さんの社会保障には何の影響もありません。なぜなら
消費税は、裏金の見返りで大企業に対する減税、その穴埋めの財源になっているから心配ないんですよ。そして二つ目は、季節ごとに現金給付10万円を皆さんにお渡しをする。これも30年の不況、そしてコロナと物価高、やはり使えるお金が今必要だからです。今月に入って、また3000品目、値上がりが広がりました。そして来月には11月、電気代の補助もなくなります。そして年末を迎えるわけです。光熱費もかかる。そして新しい年を迎えるための準備もかかる。やはり季節ごとに悪い物価高が収まるまで、皆さんに給付金を渡したいと思うのは、やはりいつ手元に決まったお金が入ってくるかということが分かれば、安心して消費をすることができるじゃありませんか。今みんな買い控えに一生懸命切り詰めてます。だから減税、少なくとも消費税減税、そして悪い物価高が収まるまで、季節ごとの給付金、そして三つ目は、社会保険料、これを引き下げることです。第二の税金と呼ばれるこの社会保険料、この負担も大変大きいと思います。当初、特に国民健康保険、介護保険料、いくらだったですか？今や2倍、3倍、保険料は上がっているのに、けれどもサービスは減ってますよね。75歳以上の高齢者の皆さんの医療費も窓口3割負担になった。そして介護保険に至っては、介護保険料は上がるけれども、使えるサービスは減っている。要介護1、要介護2、いずれ削られるということが、厚生労働省の審議会でも話が出てます。そしてケアプランといって、家族介護が必要な方々に、ケアマネさんが相談に乗るシステムがあります。これケアプランと言います。今は介護保険の中で無料で相談を受けられますけれども、これを有料化する。こうした議論も始まっている。つまりは保険料は上がっているのに、サービスは減り、しかも自己負担が増える。そうなるとどうなりますか、皆さん。ケアプランをもし有料化で、お金がない中で、そんな制度が決まったら、これ皆さんケアプラン使わなくなるんじゃありませんか。そしたら、家族介護の中で、老老介護や、ヤングケアラーが増えたり、あるいは介護離職が増える。そもそも、2000年に介護保険の制度ができたとき、これは、介護を社会の仕事にしていこう。それで、保険制度ができたわけです。けれども結局は、家族の自己責任、こうした方向に、どんどん解約されているんじゃないでしょうか。令和新選組は、社会保険料の引き下げに、特に社会保障について、国がですね、あと3兆円国費を負担すれば、この国民健康保険と介護保険料、皆さんの負担は半分にすることができます。今こそ国がしっかり責任を持って、これだけの負担の重い30年にわたる不況の中で、賃金は上がらない、年金は引き下げ、だったら使えるお金をまずは増やす、そして国民生活を救う、その政治に大転換していく先頭に立たせていただきます。ぜひ皆さんのご注目と、そして負担の重い、苦しむ国民の皆さんの声と一つになってですね、この選挙戦で声を一つに、うねりに変えて、政府にこの使えるお金を増やす減税、少なくとも消費税の減税、そして季節ごとの現金給付、また社会保険料の引き下げ、この三つをしっかりと求め、国民生活を救っていく先頭に立たせていただきます。ぜひ皆さんご注目をよろしくお願いいたします。そしてもう一つ、政策の中で、この間、党首討論の中で大きな話題があります。それは、ノーベル平和賞。これを取られた、被団協の皆さん。本当に、私も NGO 時代、被爆者の方々と世界中を回り、核の非人道性に対する証言や、あるいは原爆展、活動してきました。本当に、ノーベル平和賞の受賞、良かった。そう思っています。
しかしこの受賞には今の厳しい現実大きく2つをメッセージとして私たちは受け取らなきゃいけないと思っているんです。まずその1個目はウクライナそしてガザで核保有国が核の威嚇あるいは脅し核兵器を使用するぞとか核使用も一つの選択肢だとかこうした威嚇が続いていて人類が破滅に陥りかねないこうした核戦争のリスクが高まっている。これが一つ目です。そして二つ目これは何か石破総理です。石破総理はかねてから持論でアジア版 NATO この集団的安全保障集団安全保障の中で核共有を進めて核の抑止力を強化するこのことを再三訴えてこられた方です。この間も核抑止力については必要だ強化をするこうした発言を後退させていません。私はこの核共有は論外そして日本は戦争被爆国として核廃絶の先頭に立つこれが現実的な安全保障そのように考えています。なぜなら皆さん確かに東アジアの安全保障大変環境は厳しくなっています。適切な防衛力必要ですけれどもこれが核兵器対核兵器力対力これが進んでいったときにどうなるか。ただでさえ厳しい環境に置かれている各国が疑心暗鬼になって何らかの偶発的な衝突によって破滅的な事態に陥りかねないそれが核戦争につながるリスク私はとても高いんじゃないか危惧しています。そしてこのリスクというのは広島長崎この核に対する非人道性これを日本こそ唯一の被爆国として現実的な安全保障の中に組み込むこうした発信をしていく大事な歴史の転換点だと私は思っています。なぜならこの核抑止力で世界を皆さん見てください。戦争はなくなっていますか。核抑止が紛争を減らしていますか。むしろ逆の状況になってるんじゃないでしょうか。ロシアの核抑止力に対してウクライナは今も戦争が継続しています。イスラエルの核抑止力と言われるのがもし本当ならばイスラエルの核兵器に対してハマスはその核抑止力のもとに下っていません。この核抑止力自体が世界ではもう現実的に破綻をしているこの事実をしっかりと直視すべきなんです。核抑止を強くすれば周辺国の国々が核兵器を下ろして恐怖のうちに戦争がなくなるこの方がよほど幻想であるそう言わねばなりません。むしろ核兵器禁止条約の締約国会議私は2回にわたって参加をしましたけれどもここではどんな議論をされているか。新たに核抑止力がもう破綻をしているのであれば核に頼らない安全保障これを協議するプロセスが始まっています。日本は核兵器禁止条約の第3回締約国会議必ずオブザーバー参加をして唯一の被爆国として被爆の実相そして核の非人道性これを伝えるのと同時に現実的に核に頼らない安全保障の協議のプロセスにしっかりと我が組と入って核保有国とそして非核保有国その橋渡しになるというのであればその議論こそ令和新選組は日本政府がまずは先頭に立ってオブザーバー参加をするときの大事な役割そして使命であると訴えています。令和新選組私共同代表衆議院失礼しました共同代表櫛渕万里です。ぜひですね、皆さん軍縮核軍縮や核兵器の廃絶
このことに具体的なプロセスに皆さんともっと議論をこの選挙戦でも進めていく必要があるんじゃないかとお訴えいたします。昨年1年間で核兵器の維持に世界中で費やされたお金は14兆円でした。これを10分の1でも核軍縮や核廃絶の専門家を集めて、その予算を核廃絶プロセスをどう作るか、どう議論していくか、ここを作れば私は具体的に今の世界の状況、新しい安全保障の枠組みを切り開いていく、そのことが可能になると考えています。れいわ新選組は徹底的な平和外交、そして核兵器の廃絶、その先頭に立つ、そして真の安全保障として食料の安全保障や海外に出ていった製造業をしっかり国内に戻して国力を高めていく本物の安全保障提案して皆さんに議論し、そして今の日本の危機的な状況、政治の暴走を止めていきたいと思います。今日は第一声、まずは経済、そして安全保障、今抱える危機に対して令和新選組の政策と考え方お話をさせていただきました。ぜひこの選挙戦、この2つプラス防災省の設置、そして子ども子育てに対しては教育の完全無償化、奨学金の返済をチャラにする、そして子ども手当一律3万円皆さんに給付をし、もう親ガチャと言われる言葉をこの日本からなくしていきたいと考えています。ぜひ皆さんのご注目重ねてお願いを申し上げ、私令和新選組共同代表櫛渕万里からの第一声お訴えとさせていただきます。今日はありがとうございました。